はい、どうも、かっこチャンネルです。はい、どうも、お願いします。まさかのね、ソフトバンクと西武線のチケットいただきまして。そうなんですよ、実はね。あ、今日ね、まあ、ちょっとこんなユニフォームできちゃったんですけどちょ、場違いだから、今日また関係ないからね。東浜とスミス。スミス。あのスミス実はいいピッチャーかもしれんから。あと、あの一応特別ゲスト来てるけど呼ぶ？え、今日いいの？どれ？え、どうぞ。やっべ、あ、遅れるかと思って。おい、またビーフかよ。ビー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 でベンデベデ。今日ね、ちなみにまあまあいい席よ。マジっすか。人生で一番いい席かも。ああ、あの普通で買ったら2万円ぐらいする席です。これアメリカンエキスプレスプレミアムシート S。 聞いたことある、こんなシート。うわー、すごい。ビーフ。え、やばいっすか。やっべ、人生初のもうベルーナドームですからね、僕は。確かに。いやー、マジ楽しみ。田澤さん、はい、浮いてますよ、我々。でも入れたね。早くユニフォーム買おう。え、ちなみに今日誰ユニフォーム今日？ああ、いや、決まってんじゃん。モタ。モタだ。俺モタ帰れ、今すぐ、お前。いや、混んでるね。いや、本当に、ね、めっちゃ混んでる。すげえ。ユニフォーム買うのに一苦労。いやービーフさんどこファンなんですか？パだと。俺も同じ巨人ファンですね。お、パリーグは？パリーグはごめんなさい、あんま覚えていないですけど。あ、ロッテです。あ、ロッテなんだ。一緒やん、俺と。全く一緒やん。パリーグとロッテ。巨人だと誰好きなの？巨人だと、まあいろいろいるんですけど、今だと僕は大城選手とか好きですね。構え方とかすごいす、ね、あの、ひふみと組んでた？です。ひふみ言わなくてよくね。あの、ひふみし、言わなくてよくね。犯罪者。うん。え、めっちゃいい席ですよね、これ。ね、いい席かもね。やば。めっちゃテンション上がってますね。あれ、栗山のタオル。栗山選手ですよ。見えますか？かっこいいなぁ。席近っ。席近っ。外崎選手も。あ、シューター。え、近っ。笠松さん買ったの、ユニフォーム。あ、一応買いましたよ。誰？巨人だとフォワードなんでね。ああ、うぅ。アウチ。写真が。おお、すげえ。あれ、カブレラがさ、当てたやつとかなかったっけ？え、あるあるある。あったっけ？上の方にね。あ、あそこ。あそこよ。あそこ当てたの？あそこよ。あそこ当てたの？うん。やば。超高いやん。もう当たらんよ、そこは。始まります。始まります。あ、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 ちょっと、うわー、でも犠牲フライですね。もう1点取っちゃった。ゼンチャン。あ、うわー、あ、今詰まってた。あー、ちょい詰まったね。おお、1点入った。ちょい根っこだったな。栗山推しだ。栗山推しだ。西武ってさ、下位打線に外国人を置きがちだよね。マクレーンとか。マクレーンいたけど。もっといるやろ、お前。もっと外国人、ほら、あのボカチカとかさ。ボカチカ。ボカチカやろ。デストラーデ。デストラーデって、デストラーデもクリーンアップやから。あとセラテリとかね。まず XL が
それ誰？これ背番号なしです。背番号なし。海選手、マッチ、今宮じゃないですか。ギータとかあんじゃない？ないか、サイズがないか。XL かな。会場がどよめいております。多分打ちましたね。さあ、又吉が、おさあ、又吉来ました。なんでお前中日の来てるんだよ。俺しかいないよ、今中日来てんの。これ抜かれんじゃないの。いや、まさかベルナドームまで来て又吉見れるとはな。いや、嬉しいっすよ。また一回り大きくなって帰ってきましたね。源田が打ちました。源田さん、いや、綺麗な当たりでした。さあ、中村晃決めるか。左肘クイクイさせてる。うわぁ、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 勝利投手、またよしだよ。勝利投手、またよし、そういうとこなんだよな。皆様、本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。ナイスバッティー！ゴーチャイアンツ！